これ、あの、原神のフィナーレベの寛宴っていう PV です。あの、召使いが指パッチンした PV。覚えてますか、皆さん、これ。僕の任務。え、今のがフレミネだよね。僕の任務。これ、エギリアって言われてんねんけどな、ここから来る声。現在こそ最も公正であり、沈まぬ者はいない。最後の寛永を急ぐことね。この声が誰やねんって言われてて、これ、エゲリアなんだよね。いや、フォンテーヌまだストーリー回収しきれてないけど、どうするんだろう。あのね、あの、キャラクターのボイス順なんですよ、この PV の。で、フレミネ、最初フレミネは僕の任務っつって。で、この最後の寛永を急ぐときね、これエゲリアです。エゲリアわかります?皆さん。フリーナ・ドゥ・フォンテーヌの、一個前の、水神様です。うん。え、それ、このフリーナの仙台水神。フリーナの前の声優さん、水神様に声優さんいるんですよ。で、しかもボイス、こう喋ってるんだよ。でもこれまだストーリーでさ、拾われてないんだよね。どうするんだろうね、これ。フォンテーヌまだストーリー終わってないと思うよ。エミリエじゃない。エミリエは今日発表来た人。エミリエは、あの、本当に今日初めて立ち絵公開されて声優さんまだわかんないんで。エミリエはこの人。今日発表来た人。うん、まあ、この人は、ま、この人で、まあ、ちょっと楽しみだけど、声優さんまだわかんない。エギリアは仙台水神様で、まだ何もわかってない。え、もしかしたら、次の魔人任務で、4.7? 魔人任務追加来るけど、まあ、そこで、エゲリア関連かもしれん。あ、そう、エギリアさん声優いるんですよ。拾われてないんだよな。めっちゃ気になる。声可愛いよな。現在こそ最も公正であり、沈まぬ者はいない。最後の寛永を急ぐことね。この声可愛いよね。罪人は、今にも幕を閉じるわ。エゲリア。仙台水神さんの声です。いや、この PV 何度見てもテンション上がる。大成功です。世界を奇跡の虜に。夏。これこそがリエとリネットのマジックショー。マジックの真髄は虚実の入れ替わり。中でも一番重要な感覚は見ること。この PV11 ヶ月前ですよ。11ヶ月前。そろそろナタが来るんだね。大半の人は気づいていない。その目で真実を見つけることに期待しているの。ナビア、シャルロット。事実、君の目に映るのは真実ではなく一種の演出だ。でさ、何がやばいってさ、11ヶ月前にこの PV が出ててさ、てか11ヶ月前、いつだ ?2023 年7月3日。あ、まあ、11ヶ月か。え、今日6月3日だから、マジで11ヶ月前。ちょうど11ヶ月前ですね。11ヶ月前。ちょうど11ヶ月前にこの PV が出て、まあ、そこでシグウィンとクロリンデがいるのに、まだ実装されてないっていう事実がやばい。ほんま、どんだけ引っ張ったん?おかしい、これ、ほんま。よう生きたね、クロリンデ、シグウィン大好きな人。よう原神続けてこれたな。よかったな、ほんまに。涙が出そうだよ、俺。よう原神やめなかった。よかったな。あさってクロリンで来ます。で、シグウィンは、もう、あともう3週間ぐらい先だけど、ようやく来ます。11ヶ月待ちました。よう耐えた。ほんまに。この時さ、俺、考察班ちょっとミスっててね、リオセスリー盲目とか言ってた人たちいたね。リオセスリー目が見えないんじゃねみたいな。あったね。そして演出は。ここ。リオセスリーが、飲み物を取ろうとして、まあ、ちょっと見えてなさそうな感じで取ってたんだけど、俺リオセスリー目見えないんじゃねとか言われてたけど、まあ、実際は違ったんだよね。人によって作られる。いや、これはこれでおもろいけどな。これはこれでおもろいけどな。え、何が起こったか分かりますこれ。そして演出は人によって作られる。はい、どうやって。はい、このシーンの説明をしましょう。このシーンにリオセスリー盲目なんじゃねとか言われてたんだよ。器をなんかそのコップをすぐ手に取らなくて、なんか変な動きしてたから、目見えないんじゃねとか言われてたんだけど、まあ、その実際は何が起こってたかっていうと、あれだね、シグウィンについて。シグウィン看護師長は。あ、違うわ。どれだ
シグウィンのミルクセーキなんだよな。嫌いな食べ物かな。これか。看護師長の作ったミルクセーキを飲んだことはあるかい？そうだな。不毛の味を味わえるぞ。そう、シグウィン看護師長が作ったミルクセーキは、まあ、健康を第一に考えられてて、クソまずい。不毛の味がする。で、そのミルクセーキを、避けた。避けてたんだよね、このシーン。いや、わかるかいって話だけど。そう考えても見るとおもろい。ミルクセーキ送る。そして演出は、一瞬手に取る。あぶねえ。こっちこっちこっち。どうやって？いや、わかるわけないじゃん、こんな。やっぱ紅茶なんだよな。これ、こういうことだったんだよね、つまり。いや、そう。で、ミルクセーキがまずかったからっていう。でも、シグウィンは可愛いね、ここ。そして、そしたら動きは自然だよね。人によって作られる。どうやって？そう、だからミルクセーキ飲んでくれなくて、寂しそう、悲しそうなシグウィンも、そういうことなんだよな、つまり。いや、おもろいわ。うん、やっとわかるよな、これ。この PV が出た時はわかんなかったよね。夏いわ。適した時間、正しい場所、そして巧妙な人選。はい、ヌビレット、そしてクロリンデ。その人を知る者が、さあ、ヌビレット、クロリンデ初登場、ここですよ。11ヶ月前。あー、大変だったね。クロリンデ難民の人、難民ってかクロリンデ推しの人、よう耐えたわ。こんなかっこいいのに。でヌビレットもさ、初登場の時すげえ疑われてなかった、この時ちょっと悪役っぽく見えてたんだよね。あ、こいつ敵じゃねみたいな、だって怪しいもんな。いや、我々はスメール教令院で、あ、もう教令院の大賢者アザールがさ、まあ、悪だったじゃん。あー、またアザールみたいな感じで、まあ、フォンティーヌの一番偉い人が悪いパターンねみたいな、な感じで思ってたけどね。実際は、まあ、ヌビレットはめっちゃいい人。めっちゃいい人っていうか、まあ、めっちゃいい竜。ああ、ね。悪役だと思ってたら、もう、なんなら一緒に、リネのマジックショー見てるしな。隣の席で。めっちゃくちゃいい人やったよな。絶対敵対すると思ってたけどな。いや、おもろいな、こういうのは。その3つを知る者が全てを掌握する。けど目を研ぎ澄ませば君も勝者になれるかもね。そう、このピストルがのシーンがあるから銃使ってほしかったんだよな。結局のところマジックは目で見たものが全てなのさ。はい、来ました、ここね。みんな大好き。面白いだが、それでしかない。いや、かっこいい、お父様。役割をわきまえぬ魔術師が誰だろうと、舞台に上がれば役者だ。優れた役者は技を磨き、皆を釘付けにしなければ。ウェーイということなんですけど、まあ、この PV の目的は多分あれだよね。フォンテーヌに来る執行官は召使いですよっていうための PV だったよね。まあ、モンドはあれか。まあ、さあね、リーユエがタルタリアで、まあ、稲妻がシニョーラで、まあ、スメールがスカラマシュで、ね、まあ、フォンテーヌの担当は召使い、アルレッキーノですよっていうための PV で、まあ、ちょっと召使い来るんやってなったけど、まあ、まさか仲間になるとは思わんかったよな。この時。面白い。いや、でもね、ちょっとまだ納得いってないんだわな。お父様めっちゃさ、家族大好きじゃん。ハウスオブハウスのみんな大好きじゃん、お父様。舞台に上がれば役者だ。優れた役者。こんなことしないと思うけどな。自分の大事な家族の、看板でもドーンってやったりしなくね。いや、ここだけちょっと納得いってないですね。悪役ムーブだよな、これ。こ
これだけちょっと納得いってない私。舞台上の演技。まあそういうことなんかな。設定変わった。演出、ガチフェイク。いや、ここだけはね、ちょっとまだね、解釈不一致なんで。あ、伝説任務の伏線。それ言ったらクロリンデがナビア撃ってるのも謎。まあ、確かに。まあ、演出か、これも。演出らしいっす。これ見たときはね、もうちょっと俺たちのリネに何すんだ、っつって。敵か、めっちゃ怖えわってなってた。多分多分内心嫌々で倒してる。いや、もう大事な家族の、もうリネとリネットの縦看板倒したくはないけど、もうこれも脚本だから、もう嫌だ、ごめんって思って、バーンやってんの。辛すぎるだろう、お父様。どんな気持ちでやってんだよ。舞台に上がれば役者だ。優れた役者は、ごめんみたいな。いや、まさかね。まあ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 。あ、ちょっと、ほよばの演出に、ちょっと巻き込まれたのか。いや、これもあったから、まさか仲間になるとは思ってなかったよな。めっちゃ辛いんやろな。もうほよばにやらされてたんだね。ちょっと同情するわ。まあでも、こうしてみるとちょっとなんかおもろいよな。本店の振り返り。技を磨き、皆を釘付けにしなければ。指パッチン。で、この後ね。ここよ、ここ。ああ、全然物足りないよ。はあ、いつになったら本物のサプライズを僕にくれるんだい？僕っ子なんよね。でも隠す気ないよね、ちなみに。水神様だって。ああ、全然物足りない。そう、水神フリーナ様なんですけど、あ、そう、原神の神様は、髪の毛が、ちょっとグラデーションかかってたり、まあ、フリーナ様はメッシュなんだけど、で、まあ、水のブローチとかね、まあ、見た、パッと見で、あ、この子神様だわって、わかるようにはなってた。まあでも脚本、フォンテーヌの脚本、改めてめっちゃおもろい、めっちゃ良かったよ、良かった。なんか、ストーリーの進み方もさ、全く違和感ないしさ。いや、私、フォンテーヌのストーリー一番おもろい、一番好きなんよね。いや、改めて、なんか、魔人任務2周目とか、なんか自分のアーカイブとか見てると、マジでこういうつながりで話が展開していくの全く違和感ないんよ。マジで脚本綺麗なんよ。よかった、マジで。プレイヤーも騙してたってのがいい。まあ、そう、結局フォンテーヌのストーリーは全部ね、我々は感染側だ、ではあったよね。一番おもろかった。で、この後、ナタがどうなるかだよね。これからやる？いや、じゃあ、フォンテーヌのストーリー一番良かったから、まあ、楽しみにして。いいよ。フリーナ可愛いよ。フリーナは可愛い。フリーナは可愛い。ナタがどうなるかだね。メロピデ要塞の事件調査が意味不明だった。ああ。メロピデはちょっと長かったな。うん、わかるわ。なんか裏ルールがあるとかね。あれはね、マジでいらんかった。メロピデ要塞には裏ルールがあるみたいなのは、まあ正直ちょっとだるかったけど、まあそれ以外はまあ特に全部面白かったな。裁判パート全部好きだしね。メロピデ、あ、でもメロピデは結構でもやっていくうちになんかここが家か、今の拠点かみたいな空気にはあったけどね。メロピデはちょっときつかったな。まあまあでも、よかったよ。謎ルールはちょっと謎だった、マジで。ないよ。かな。ああ。いや、かわいい、マジフリーナ。全然物足りないよ。はあ。うん。いつになったら本物のサプライズを僕にくれるんだい？法廷での歓談は控えてもらいたい。審判は、まだ終わっていない。
はい、でこれがまあフォンテーヌの PV だったわけなんですけど、皆さんこの PV が出たのが424万再生されてる、やば。この PV 出たのが、2023年7月3日今日2024年6月3日11ヶ月前でございます。そう、つまりまあと1月、まあ去年と同じペースでアップデが進むならあと1ヶ月経ったらナタの PV が来る可能性が非常に高いですね。ナタはこのキャラクターがみんな出るよっていうのが、まあ、突然公式 YouTube チャンネルから出る可能性があって、まあ、めちゃくちゃ楽しみ。あと1ヶ月耐えよう。いや、来月だよ。あと1月だよ。去年と一緒のペースなら。いや、あと、なんか、まあ、スメールの前になるんだけど、あの、ファデュイ執行官全員集合 PV とかもあって、まあ、ちょっとナタのストーリーやばそうなんだよね。え、みんなナタのストーリーどう思います？てか、イベントやりました？みんななんか、荒滝のさ、荒滝がライブに出演するイベントやりました？やったよな、みんな。4.6 のイベントを やらないでストーリー見てないって人いませんよね。バージョン 4.6 ね。まあ、稲妻でね、荒滝がロックフェスするイベントあったんですけど、なんか最後の方さ、思いっきりライデン将軍がさ、まあ、ネタバレしちゃうよ。だってもう終わったイベントだし。ライデン将軍がさ、なんか、戦争がどうのこうのみたいな話してなかった。で、しかも、なんか、その時は撃って出るまでですみたいなこと言ってなかった。で、なんか、やたら戦争の話するし、なんなら今回のイリデッセンスツアーってなんか、あれだよね、稲妻の反乱軍と幕府軍の内乱の話だったし、内乱の話なんだよ、音楽祭なんだけど。で、ちょっと、ナタベのつながり感じさせるし、なんかすごい戦いに前のめりな、いや、撃って出るまでですみたいな感じのライデン将軍は、なんかナタにです出てきそうな雰囲気感じたんですよ、私は。どうすかね。いや、私ね、ちょっと次のストーリー予想してるんだけど、バージョン 5.0 でナタは魔人任務で、まあ、神様、モンドのウェンティ、リーウェの勝利、稲妻のライデン、スメールのナヒ、オンテーヌは、まあ、ヌビレットかな。なんかもうすごい人たちがみんな集まって、バチバチでナタで戦うストーリーになるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。てかまあ、正直言っても神様よりも強い人たちがバンバン出てきちゃってるんで、あの神様よりも強い人出てる、スカークとか神様より強いし、なんか魔女界もちょっと得体が知れないし、ちょっとなんか原神の世界観っていう意味でもインフレしてきてるから、神様強いよね、じゃあもう満足できない。もう神様全員集合ぐらいでいい。と思ってる。かな。五影会議。まあそうそうそう。戦争の国だから、まあ神様全員集合で戦うってのもちょっと面白いなとは思うけどね。それはマジのラストやと思う。ああ。確かに。まだ早いか。まだ早いか。でもやたらなんかすごい、ナタの話に繋げてきそうな感じだったんだよな。じゃあちょっとね、ナタのストーリーにもね、神様いっぱい出てくるんじゃないかなっていうのはちょっと予想しとこうかなって思う。かな？ライデン将軍かませ。いや、それは、そうはなってほしくないけどな。博士 VS 神全員。さすがにそれは神様が勝つと思うけど。いや、もうだってもうあと、ナタとスネジネしかないしね、七国は。まあ、神様全員集まん、まあ、最後の最後で神様全員も集合もありだけど、まあ、この辺で結構熱い展開にしてくんのはありなんじゃないかなとは思ってるな。で、まあ、ちょっといろいろ楽しみです。まあ、とりあえず、まあ、あと、まあ、11ヶ月前なんでこの PV が出たのは、まあ、あと1ヶ月もしたらナタが来ますから、みんなちょっと、原神の大型アップデートの心積もりしておいてください。で、私も覚悟決めてます。いや、あとなったとスネージナヤだけだね。ちょっとカンルイヤがどうなるかわからんけど。このまま行くと原神2、3年後くらいに完結しそう。まあ、今年、なった。で、来年、スネージナヤ。で、再来年、カンルイヤで、一旦はストーリー完結するかもね。そっから第2部とかかな。いうふうには言われてるけど、ね。逃げ道はあります。そしたらちょっともう原神一見なストーリー一旦落ち着くから、いやどうなるんだろう。ずっとアップデートすると思うよ。どうするんだろうね。
カンルイヤまでストーリーやったらどうなるんだろう。でも崩壊サードはずっとアップで続いてるしな。まあちょっと私はもう原神のおかげで YouTube やらせてもらってるから、まあ、原神と一緒に死にます。ありがとうございました。手をつなぎましょう。